ことだ。住宅街を徘徊していたら妙な光景を目にしたぞ。普段は何もないわずなのに違和感というものがすごいんだ。今の時間帯は深夜の3時過ぎ。こんな時間帯に起きている人間はいないだろう。だから、街が平和なのかを見守らなくてはならないのだ。すごく気になる。小石のやつも探してくれているだろうな。町内会の裏で行われていることをな。日常的なものだと思っていたものが裏ではああいうものだったってことを。そういえば、一つ気になることがあるな。何やら私のうすうすと気づくものが感を冴えさせてくれているということだ。じゃないとポーカーフェイスでも気づけないのだ。だ、誰かの足音だ。隠れるぞ。はぁ？このような条件を守らず単独行動に走ろうとするとは信頼関係こそを破綻させたのか。それも知らず、参加ではなくソロ参加を選ぶ。後者を選んだこそ、ややこしくなってきている。それを分かってはいるようだがな。だから、ややこしいことにさせたくはない。早く仲間に戻した方がいいかもしれないな。何やらこの空間に長居してはならないようだ。そのうちにこの世界に閉じ込められてしまうだろう。ご本。そういえばだ、気のせいか知らないがこの辺に口が裂けた女性の目撃が上がっている。未知のエネミーか。この世界ならどんなエネミーが潜んでいるかわかったもんじゃない。クランセスはおののいてはいないか。もう一度説得するとしよう。言ったか。見たこともない男性だ。しかしあれは実体じゃないようだ。何かのホログラムを使ってこの周辺を調査しているのか。見た目は裏社会的な風貌をしていたな。町内会の裏が何かを企んでいるかもしれない。後をつけてみようと思ったが、あいにく口裂女のことを述べていたな。口裂女は私のことであるが、正体を知られてもあれではあるしな。それに口裂女は乱用するような都市伝説ではない。都市伝説絡みとするなら未知のエネミーと呼ばれても仕方がないのかもしれない。だが、これは調べる必要がありそうだ。もしかしたら奴の連中か組織が今回の未解決事件と何かしら関与している可能性もあり得る。また誰かが来るぞ。おかしいな。ついさっきまで人の気配がしたな。しかしここの公園。乗って公園、というのか。誰もいないし、不審者がここで佇んでいるってわけでもないか。その辺に誰か隠れていないかな。そういえばこの辺に未知のエネミーが確認されているらしいね。何でもパーティー参加をホスト側から認証せずに行ったためにプログラム上でバグを起こしているのかもしれない。まったく、バグなんてお世話だなことだよ。壁の中に挟まって抜け出せなくなったり、裏世界を探索したりとめちゃくちゃになるよ。そういうのに巻き込まれたくない。仲間なんてお荷物に過ぎないのさ。さて、この辺にいるとされるエネミーを見つけて倒そうか。こんなところにいたんですか。まだ話は終わってませんよ。ジェイルも説得を試みたようだけどダメだったみたいですね。クランセス、どうして単独行動しているんですか。仲間なら仲間同士で共にするでしょうが。しかもプログラムが不安定だというのに。なんだ、またまた妨害しに来たか。私はクランセスなどという名は捨てたさ。もうそんな名前登録などセーブデータ削除と一緒だ。もう仲間に戻るつもりもないぞ。そう何度説得したって、仲間に戻るわけでもない。私は決めたんだ。自分探しの旅を続ければ自分のしたいこと、希望していることを望めるかもしれないと。それを邪魔するとは。邪魔などしてはいないですよ。仲間もあなたが突然離れるからすごくすごく心配しているんです。それにクランを立ち上げたのはあなたでしょうが、あなたが欠けたら何もまとまりませんよ。だろうね。私が抜けたら破壊しているんだろうね。それがいいんだ。ゲームなんて終わればそれっきり。結局は冒険仲間なんだよ。もういいだろう。私はエネミーを探すよ。君たちは君たちでそのクランを維持してくれ。クランセス、クランセス、話は終わってませんよ。私は一人でいいんだ。群れることも知らない一匹狼。単独行動が好きで、自分のしたいことをしたい。それを反対されるのはどうなのか。深夜3時に2人の人物がこの公園を訪れている。見た感じだと裏社会に関与している人物ではあるが、この時間帯に何なんだ。
まさか都市伝説のエネミーを退治しようと調査を止めずに続けているのか。だとするなら私も対象となるだろう。奴らは人間ではあるかもしれないが、まるでゲームの世界のような単語が次々とは飛び込んでいたな。あれはなんだなんだ。おふざけなのか単なる電波トークによる類のものなのか。小石のメリーさんも例外ではない。なんとかして調べ上げよう。疲れましたー。ああ。昨日はすごく眠れなかった。だからね、カフェに泊まったが、私にはまだまだ早すぎたようだ。おかげで1日眠ってしまった。何をしている私、でもこういう息抜きは悪くないんだと教えてくれたようなものだ。とりあえず、インターネットを使って調べてみたが、そのような組織は存在せず、架空のものとして扱われている。だが、青空横丁では目立った事件が過去に起きていたというわけでもないし、地方記事として大々的に取り扱われてきたわけでもない。他地方からすればこの町は知名度も有さない町なのだ。だからこそ、ネットの情報は嘘だってことで簡単に片付けられている。架空。聞こえはいいが、私がこの目にしているのだ。事実は事実。そんなの鵜呑みにする必要もなきにしもあらずだがな。調べ上げてやるぞ。絶対に。そして私がそんなエネミーとして対象にされちゃ困るわけだし。よし、町の人間はもう寝静まったな。これならゆっくり調査できる。またまたね、カフェでネットで調べたんだが、いい情報を手に入れた。やっぱり裏の町内会の居場所はリークされている。こうも簡単に漏れるとは思わなかったが、居場所がわかればこっちのものだ。奴らの陰謀論が漏れれば、この町にもたらすであろう悪事を解決できる。それと未解決事件の実態を暴けるのだ。ことがうまくいくことはいいところだ。このことを小石のやつにも伝えておくか。なんだ？急に電波が悪いのか？ここは県外じゃないのにうまくつながらないなぁ。これじゃあ、小石に連絡できんな。仕方ない。私一人だけで調査するとしよう。そして町内会の裏を暴いてやる。私を勝手にエネミーとして片付けられてもあれだし、そういえば、この辺に路地に通じる道があったはずだ。普段は陰鬱な感じがしていて、近づくやつなんて、あんまりいなかったはず。相変わらず陰鬱としているな。昼間は路地裏であってもそれなりに賑わいでいるが、夜に一人で立ち入るようなところではないな。それにだ、町内会の裏の団体もしくは組織は秘密結社の可能性も上がっている、という呼び水のような情報もある。だとするなら人が寄りつかなさそうな場所にある可能性があるんだ。そしてなぜゲームのようなものをしている奴らがこの世界にいるかだ。言っていることが完全にゲームのそれであること。理解しがたいものの、どこかの世界に迷い込んできたのか。なんだ、こんなところで女の子のすすり泣く声が聞こえるぞ。まさか、家出して、帰る場所がないのか。確認してみるか。ここは路地裏だ。女の子が一人でいていい場所じゃない。早く明かりのある場所に移動させよう。嘘だろ。こんなところで小さい女の子が倒れている。起こしてあげなくては。あなたは、誰ですか？